全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、こんな DM 来ました。タカさん、こんばんは。こんばんは。私は田舎の高校生なのですが、この前授業中に変なおっちゃんが敷地内に入ってきて先生に追い出されていました。あのおじさんは何がしたかったのでしょう。タカさん教えてください。知らんて。嘘です。でも実際にもし授業中に先生がいないとき、校内に入ってきたら何でもし放題じゃないですか。最近学校で起きた物騒な事件とか YouTube や TikTok で見たりします。ぜひこのチャンネルでも取り上げてくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。そうですね、これまで学校で起きた事件というのはちょこ取り上げてはきたんですけど、ネバダタンとかね。ただ一つまだ取り上げてなかったなというもので言いますと、身勝手すぎる動機で小学生および教職員23人を殺傷、当時社会を震撼させた附属池田小事件というもの。これはもう今から20年以上前の事件になるんですが、忘れてはいけない事件の一つですね。その残虐性から今学生の方でもテレビとかどこかしらで聞いたことあるという方多いと思います。今日はですね、この事件がっつり解説して、後半では海外では実際学校どうなのかと、そういった事例とかも合わせて紹介していきます。では早速ですね、事件の概要なんですけど、こちら2001年の6月8日、当時無職であった宅間守という男が出刃包丁を片手に大阪府の附属池田小学校内に侵入、小学1年生と2年生の生徒8名を殺害、その他に生徒13人、教職員2名を負傷させたという非常に残虐性の高い事件になります。じゃあこの犯人の宅間守、どういった人物だったのか、なぜこのような事件を起こしたのか、そこまでお話するんですけど、まず兵庫県で生まれた宅間、幼少期から素行がめちゃくちゃ悪くて、自分よりも弱い同学年の子を徹底的にいじめたり、犬や猫の小動物を新聞紙にくるみ火をつけて殺害、中学に上がると好意を持っていた女子生徒の弁当に精液をかけたりとか、かなりの問題行動を起こしていたとして、事件が話題に上がりました。この事件の後、根も葉もない噂レベルのやつも出てきたんですけど、この容疑者をお腹に身ごもった母親っていうのが、あかんわこれもう下ろしたいねんと語っていたと、そういった話があったんですけど、ただ本人協調性が全くなく学生時代は孤立、それから高校に入学するも2年で中退、その後は定時制の学校に通い始めます。しかしこれも中退。高校時代唯一関心を持っていたのが自衛隊、こちらに入隊します。ただ問題行動を起こし約1年で除隊、その後はアルバイトを転々とする生活を始めるんですが、長く続いたもので半年、どれも長続きしませんでした。その間にも容疑者は多くの犯罪に手を染めます。初犯はですね、家賃の集金と嘘をつき女性の部屋に侵入、そして強姦、その他にもこの事件に至るまで傷害、器物損壊、15回の逮捕歴がついてました。また4度の結婚歴があったんですが、その全てが家庭内暴力、そして容疑者の犯罪ですね、そういったことで離婚、さらにはこの時消費者金融から300万以上の借金があったと言います。トリプル100万ぐらいの素行の悪さですね。このように家族からも逃げられ、仕事も長続きしない、さらに借金もしてる状態、この現状に絶望したタクマは何をやっても裏目に出ると、自分の行動が招いた結果だとは1ミリも思っていませんでした。さらに元妻に出会っていなければ俺の人生はこんなことにはなってなかったと、元妻に対して全ての責任を押し付けて恨みというのを徐々に募らせていきます。そこからまず計画としては元妻の殺害計画を考え始めるんですけど、その時にはもう所在が分からなくて、その怒りをどこにぶつけていいか分からなくなって、まずもう死のうと自殺を考えるんですよ。ただ自殺をすることはできませんでした。そしてその考えは次第に、自殺をしても元妻が喜ぶだけだ、アホらしい、じゃあ大量に人を殺害すれば自分と知り合ったことを後悔するだろうし、世間の多くの人も絶望的な苦しみを味わうだろうと、こういった恐ろしい思考に変化していったんですね。この当初の計画っていうのが、大阪市内の繁華街にダンプカーで突っ込むというものだったんですけど、子供を襲う方が簡単だというふうに考えて、幼少期に憧れ、そして同時に妬ましく思っていたエリート校であった附属池田小学校というのに目をつけたんですね。そしてこの事件当日、たくまは朝から出刃包丁を購入、そのまま小学校に車を走らせ午前10時10分校内に侵入。この時間帯というのが2時間目と3時間目の間の休憩時間だったんですけど、その教室内には生徒だけの状態の教室が多かったんですね。そして担任教員不在の2年生の教室内に侵入、出刃包丁で5名の生徒を殺害します。その後も次々と逃げる生徒や生徒を守ろうとした教職員を切りつけながら、10分が経った午前10時20分、2人の勇敢な教職員が顔を切られながらも取り押さえて、この時観念した男は凶器である包丁を落として、あーしんどとつぶやいたそうです。その後すぐに駆けつけた警察官によって現行犯逮捕されました。約10分間で児童8人の若い命が奪われるという悲惨な結果になりました。その後取り調べで、動機としてエリートでインテリの子をたくさん殺せば確実に死刑になると思ったと、そういうふうに供述しています。つまりは死刑になるために小学生を殺害したんですよ。もう悪魔ですね。でこの後の初公判なんですけど、自分が犯した罪は全面的に認めたんですけど、まず口笛を吹きながら入廷したりとか、公判中にはあくび、貧乏ゆすりをしたりと、全く反省の色は見えなかったと言われています。そして2003年8月判決公判にて、犯罪史上類を見ない凶悪事件であり、残虐非道な犯行に及んだ高間の責任は重大だとして死刑判決が言い渡されます。ただですね、この死刑判決本人に直接伝えられてないっていうのがあって、っていうのも判決前に傍聴席に向かって何かを言おうとしていたみたいなんですけど、裁判官に発言をやめなさいとそう遮られて、何が言いたいのか、もしくは何か言ったのかもしれないんですけど、この記録っていうのは残っておりません。っていうのも掲示板で憶測でこういうこと言ったんじゃないかって書いてあるんですけど、公式な記録っていうのはなくて、ただあまりにも注意を聞かないと、なので裁判官はタクマを退廷させたんですよ。で退廷した後に死刑判決を下すっていうね、あまりにも前例のない裁判になったんですね。もうそれぐらい動機も内容も態度も裁判中も救いようのないものだったということですね。その後早期執行を望んでいたという
こともあって2004年9月刑が執行、事件を起こしてから死刑執行までの間、容疑者の竹間死刑囚から被害者遺族への謝罪の言葉は一切なく、死刑確定から1年未満の死刑執行というのが戦後の混乱期というのを除いては最短の事例と現在されております。またですね、この小学校を管理する文部科学省、被害者遺族らに総額4億円の慰謝料とか賠償金というのを支給しています。死刑というのは裁判では当然の判決だと思うんですけど、こういった若い命を奪った挙句に犯人の望み通りになったというふうに考えると全然納得ができないですよね。ただ通称無敵の人なんて言い方がされるんですけど、こういう人間っていうのは一定数存在してて、実際に事件を起こすと考えると防ぎようっていうのはなくて、そうなった時の対策を取っていくしかないんですよね。なのでこの事件を受けての対策でいうと、飲食店とか銀行だけではなくてですね、小学校などの教育関連施設にも警察官立ち寄り所といったそういった看板やシールが貼られたり、防犯カメラの増加、さすまたの強化ですね、あとは部外者の立ち入りを厳しく制限するといったそういったセキュリティ面の強化っていうのは全国的に行われました。さらに教職員が心肺蘇生を必ず学ぶというきっかけになったんですね。またこの事件が起きた附属池田小学校では、この事件を忘れないようにですね、定期的に不審者対応訓練とか安全教育といった命を守るための授業、そして今年の6月もですね、事件が起きた同じ日にですね、亡くなった生徒たちのための追悼の集いっていうのが開かれて、この事件の風化を防ぐことを誓っています。はい、こちらの事件なんですけど、この事件起きたのが僕が小学校1年生ぐらいの時で、知ったのはもう少し大人になってからだと思うんですけど、当時自分と同学年の子がこんな悲惨な目に遭っていたと知った時はゾッとしましたね。ただやはり死因の中には即死ではなく失血死だったということも判明してて、犯人を早く捕まえていればとか、すぐ応急措置をしていれば助かったんじゃないのかと、この附属池田小学校への不審者の対応とかその後の処置がずさんだったんじゃないかと、そういった声も多く上がったんですよ。さすがにそれはないぞと思いますよ。いくら対策マニュアルがあって定期的に防犯訓練をしてても絶対無理だと思います。先生も人間ですし、ましてや警察や自衛隊みたいに相手を無力化するような教育は受けてないんですよ。中には女性の先生もいたわけで、この時の恐怖っていうのは聞くだけでも身震いしますけど、現場にいた人にしか絶対わからないと思いますね。ただですね、生徒を守るために数人の先生は包丁を持った不審者に立ち向かってるんですよ。もしね、その行動がなければさらに被害者は増えていたと思います。こんな命がけの行動ができる先生がいたっていうだけでもね、この附属池田小学校っていうのは素晴らしい小学校だったんじゃないかなと僕は思いますけどね。とにかくこの事件っていうのは風化させない、そしてこんな悲惨な事件を二度と起こさせないということが一番大事なのかなと思います。じゃあ次に海外の学校でも起きた事件、これも少しリクエストあったんですけど、これが銃社会で起きた事件、名前は聞いたことあるかもしれません。それがコロンバイン銃乱射事件ですね。こちら1999年の4月、アメリカのコロンバイン高校の学生2人が無差別に発砲して、約45分間で生徒12名および教職員1名を殺害、24名が負傷したという事件です。犯行後ですね、犯人は2人とも銃で自殺をしたということで、はっきりとした動機ってのは分かっていないんですけど、日常的ないじめが原因だとされています。でこの事件、さらに恐ろしいのが、犠牲者が13名で済んだのが不幸中の幸いだったという点で、というのもこの事件は2年以上かけて準備されていた計画で、当初何百人の生徒たちで賑わっている昼時のカフェテリアっていうのを爆破して逃げてきた生徒を銃撃するという計画だったんですよね。ただ計画が変更されて爆弾を設置しなかったとかじゃなくて、単純に計算のミスとか完成度の低さで不発に終わっていたということで爆発しなかったことが分かっています。またこの事件の主犯格エリック、この家の地下室から事件の数週間前から撮られたと思われるビデオテープが見つかっていて、その内容というのが主に恨みを抱えていた人物に対する暴言を吐き続けるといったもので、最初はね、自身の意思でやったはずがないとそう信じていた両親が自分たちの知らない息子を見て絶望したというのも有名な話です。またこの事件から8年後2007年にはですね、32名の死者が出たバージニア工科大学銃乱射事件というのが起きました。この事件でも犯人は犯行後に自殺、授業中に教室を鎖で塞いで出られなくした上で壁越しに銃を乱射したということで、今現在学校で起こったものとしてはアメリカ史上最悪の事件だと言われています。このように家庭での銃の所持率というのが 40% を超えている銃社会のアメリカでは、こういった事件というのはたびたび起きてて、2018年の調査では週に2回もですね、学校での発砲事件があるということで、この学校内に警察を常駐させるスクールポリス制度というのを導入しています。これはあまり聞き馴染みがないものではあるんですけど、2001年藤原竜也さん主演の青の SP というこのドラマでは知ってる方いると思うんですけど、現在民間の組織で生徒の SNS での誹謗中傷パトロールをするといった、まあ、そういったことはあるんですけど、学校内の喧嘩とかそれこそ不審者の侵入を防ぐような警察のスクールポリス制度っていうのは導入してないんですね。あまり頻繁にそういった事件が起きるってこともないんですけど、とりわけこういった事件は二度と起きてほしくないと感じる事件ですね。はい、というわけで今日は以上でございます。ぜひ皆さんの感想もお聞かせください。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。